実りの秋を迎えた都城市にやってまいりました。こんばんは。こんばんは、よかばんです。さあまずは晩飯ということで、はい、新人オカファー初の食リポでございます。よいしょ、頑張れ、頑張れ。今年入社した UMK 新人アナウンサー、オカファーエニス GO、 横浜生まれの日本人です。自信のほどはどうなんですか、食リポ。まあ普段からやっぱり食べるってことは毎日やってることなので、おうおう、できるんじゃないかという心もどっかにありながらも、うん、やっぱり多少不安ですね。周りくどいな。ごめんなさい、不安です。じゃあちょっとここで聞きましょう、はい、宮崎県民が大好きな食べ物ってどんなものを思い浮かべますか。チキン南蛮とか、うん、あとはそうですね、その地鶏の桃焼きとかじゃないんですか。ほうほうほう、まあね、はい、メジャーなとこそうですよね、はい、ではこの都城の名物といえば何でしょう。これは聞いたことがあります、うん、ガネですよね。おー、ガネ、はい、知ってる、聞いたことがあります。どんなものですか、ガネ。見た目がまずカニに似てるっていうのがすごく一番聞く内容なんですけど、うんうんうん、で南九州の郷土料理っていうのを聞きました。もう各家庭で本当におやつとして食べられてたりとか、 おかずとして食べられてたりとか。インターネットとか台本に書いてあること一生懸命覚えましたね。さあということで、そのガネを用意しました。こちらです。これがガネですか。これがガネです。結構大きいんですね。いただきます。うん、これがガネですか。サクサク中はで、芋が甘い。これがガネか。いやチェンジでお願いします。待ってくださいよ、リポーターチェンジでお願いします。大体中はサクサクじゃなくて、普通外でしょ、サクサク。外でした、外でした。中はホクホクでしょうが、芋なんだから。ホクでした、はい、いいですか、はい、慌てず落ち着いてちゃんと味わって、はい、ね、味を伝えるように、はい、それが食リポですから。わかりました、はい。ということで今日のテーマを発表します。今日のテーマは宮崎県民大好きうどんです。ということで、うどんですか今日は、はい、いやいや、ガネじゃないんですか。今回オカファーには準備されたコメントではなく、しっかり本音の食レポをしてもらうために、うどんではなく違う台本を渡していたのだ。インターネットでいっぱい調べて、うん、台本に書いてあることも覚えてきて、うん、ガネについて、うん、うどんになるんですか。今日は新しくオープンしたうどん屋さんに行きます。いやいやいや、待ってくださいよ、六花さん。え、待ってください。なんて聞いてたの。今日のテーマ、ぼんち食堂。ぼんち食堂、ね、何を出すお店なんですか、そこ。ガネ。ガネ。ガネ丼。ガネの、ガネの丼じゃないんですか。ガネ丼。待ってください、待ってください、ちょっと分からないって言いました。なんか、ガネのトップみたいな、ドン。ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。ガネの王様みたいな、ガネのドンのところに会いに行くみたいな。違います。今週の晩飯は、ガネ料理ではなく、カレーうどん屋さんをご紹介。果たしてガネと信じきっていた新人オカファーはしっかり食レポできるのか。細いです。細麺で美味しそう。聞いてた、ね、ごめんなさい。というわけで、アナウンス部長六花と新人オカファーがやってきたのは、都城市神町にあるカレーうどん屋さん。開放感のある店内でいただく人気のカレーうどんとは。さあ店内に入ってまいりました。すみません、ちなみに、はい、彼今日はガネの特集だと思って連れてこられたんですけど。あ、そうなんです、ね、一応確認ですけど、はい、こちらのお店でガネは出してますか。当店ではガネは出してません。そうでしょうね、でしょうね。そういうことですよね。そうなんですよ、ね、すいません、カレーうどんの専門店、ね、そうなんですよ、カレーうどんの専門店なんで、まあ、ガネはまあ美味しいところもいっぱいあるので後でご紹介させていただきますね、はい、ありがとうございます。で、外に、はい、特にお店の名前の看板なんかなかったんですけど、はい、お店の名前ってあるんですか。はい、一応屋号としては、はい、うちのお店は、わしの脇腹という名前で、はい、わしの脇腹。そうなんですよ、わしの脇腹っていう名前です。このお店を作るときに、軟骨ってどこのお肉っ
ていう質問が結構多かったんですよ。はあはあはあ、軟骨って豚さんのここに肋骨がこうあるんですけど、はい、その肋骨と肋骨をつないでいる骨が軟骨なんですよね。じゃあ豚の脇腹なんだっていう話になって、はい、でまあ、南九州のおじさんたちが自分のことをワシっていうふうに言う方がちょっと多かったので、うん、豚の脇腹だよって豚さんが言っているってことですね。なるほど、ワシの脇腹とそうそういうことか。そうなんですよ。これは楽しみですね、岡川君。そうですね、うん、わし一人称がワシって南九州の方が言うのも、もうそこ広げなくていいから先に進むんだよ、はい、もう、はい、もう食べたいんだよ、はい、お腹空いてきましたね。ありがとうございますでは早速カレーうどんをいただこう。失礼します。お待たせいたしました。来ました。失礼します。しかし出てきたのは、はい、カレーうどんではなさそうだ。豚軟骨スープのおうどんですね。とりあえず丸腰の岡ファー食レポに挑戦。いただきます。まずは軟骨からいただくことに。うん、柔らかい、もう本当に素晴らしいです。ありがとうございます。まずは拍手をしたい。ありがとうございます。なぜか上から目線の岡ファー。続いて麺。これですよ。これがうどんですね。はい。よっ、ちょっと待って、ちょっと待って、はい。うどん食べに来てるんだから。そうでしょ。これがうどんですよ。これがうどんです。ね、このスープがサポートしてくれるというか。はい。はい、うどんの周りのこの先ほど食べた軟骨がこう染み出てるので、一緒に口の中に入ってくるスープがこれまたゴールまでアシストしてくれるというか、ものすごく美味しいです。ここがありがとうございます。はい。美味しいです。でもゴールまでアシストしてくれるの意味がちょっとよくわからないけど。これでもカレーうどんではないですもんね。そうですね。これカレーうどんじゃないですね。はい、カレーの味しませんもんね。そうですね。はい、ありがとうございます。これこのカレーうどんのベースのスープのおうどんなんですよね。はい、うん、うちのスープはこの豚軟骨の、まあ、煮汁がベースになっていまして、うん、軟骨ですか。軟骨です。どこの部位かもわからないし。さっき聞いてました。はい、ちょっと待って。どこの部位かも。スープから行きたいですよね。オカファーでは全く味が伝わらないので、アナウンス部長佐々木六花にバトンタッチ。ああ、本当だ。あっさりめですね。ですね、うん、で、ちょっと優しい甘さというか、うん、ね、甘みがあって、はい、あ、美味しい。うん、宮崎人が好みそうな、はいはい、柔らかめのおうどん。そうですね。一番こだわったのは麺の太さですね。あー、なるほど。スープがより絡むようにっていうので細麺を使用しています、うんうんうん、これがカレーうどんになるための一つの秘訣なんですよね。秘訣、はい、もうこのスープ自体がパンチ効きすぎちゃうと、うん、今度カレーうどんにした時にもうよくわからないものになってしまうというか、主張し合っちゃうわけですね。そうなんですよ。ははー、これ覚えておいてくださいね。なるほど。この優しさが激変するんで。それでは皆さんお待ちどうさまでした。お店の看板メニューカレーうどん登場。失礼します。お待たせいたしました。おー、いやー、これですよ。はい、豚軟骨のカレーうどんです。これはうまそう。いやー、やばいっすよ。がっつり豪快に白シャツを汚しながら。そうですね、はい、もうぜひ汚したいなと思ってます。そういうのいらないから。はい、わかりました。はい、むしろ、はい、あ、なんで今日白着てこいって言われたか、これでわかりました。それでは食レポテスト。スープからいただきます。とろっとろですね、スープが。いただきます。ちょっと辛い、でも美味しい。まろやか。どれ辛い、まろやか、どれですか。いただきます。あ、また太麺で美味しそう。細いです。細麺で美味しそう。聞いてた、ね、ごめんなさい。
あえて細麺でって言ってないですか、はい、完全に細いですね。はい、ごめんなさい。タジタジのオカファーでは全く味が伝わらないので、またもやアナウンス部長にバトンタッチ。あー、なんで先にさっきあれを食べさせたのか分かりました。ああ、甘みが来て辛みが来るんですけど、はい、それを支えてるのがあの優しい、そうなんですよ、ね、スープなんですね。あのスープがあるから、うん、この辛さも甘さも酸味も全部立つんですよね。いやー、これは見事なマリアージュ。いや、美味しい。そしてこの麺を、ですよね。もうここまでを計算してるわけですよね。もちろんもちろんもちろん、ここまでで僕の仕事です、うん、最後はお客様に食べていただいて笑顔を見て、うん、よしってしてるだけです。あ、いいですね。いや、これはさすがのバランスですね。本当にありがとうございます。すごい。あ、あ、これまたカレーのスープが軟骨の甘みとか旨みを引き出してくれますね。そうなんですよ、うん、軟骨って甘いんですよ、うん、だからこの甘さがやっぱりこのスパイスと、まあ、より混じ合って、よりなんかこう相乗効果で旨みが増しますよね。際立ちますね。ですね。もう一回チャンスが欲しい。オカファー再チャレンジ。食べたいので、はい、じゃあこの軟骨いただきます。よかったら大きいの食べません？大きいの、わかりました。そうですね、テレビのことをよく、テレビのことをよく知ってらっしゃる。本当によく合います。やっぱりカレーってこともあって、このカレーライスを食べてるような感覚になるような、すごくこのホロホロ。どういうこと？どういうこと？オカファー君、もっと経験は積んでいこう。このスープ、麺、軟骨、三位一体に、あと音ですよね。ですね。食べる。食べる時の豪快な音。ね。はい。あー、いいですね。そんな音がすごいですね。超綺麗ですね。追加でスペシャルメニュー登場。豚軟骨のカレーうどんに、牛豚鶏肉の都の盛り合わせです。すごいのが来ました。定番の豚軟骨にチキン南蛮、そしてローストビーフ、鶏、豚、牛が乗った畜産王国都の城ならではのゴージャスな一杯。あのチキン南蛮の方は、はい、結構スパイシーなチリソースで仕上げてます、うん、甘酢のチキン南蛮ではないです。スパイシーです。うん、本当だ、スパイシー。ちょっとスパイシーですよね、うん、ローストビーフも、はい、うん、柔らかい。丁寧に焼き上げているので、うん、もう全部カレーうどんに合います。実感してます。今全部合います。なんでそこまで こだわってるんですか？僕の好きなやつです、それ。ガモーさんの好きなやつが全部乗っちゃった。そうですね、はい、究極の一杯。ただ重いんですよ。もちろん100円で追い飯が注文できるんです。うどんに合うスープなのでご飯に合わないわけがない。麺は麺のうまさがあるんですけど、このご飯はご飯じゃないとできない、このご飯のほろっとした感じがたまらなくこのスープと合うと思うので、もうぜひ堪能してもらいたいです。うん、美味しいです。本当に、いや本当に美味しいカレーうどんありがとうございました。ありがとうございます。最後に、はい、これからどんなこうお店を目指していきたいか。せっかく
都の城市の中心市街地街中に お店を構えさせてもらったので、なんか人が街の中に集まるようなそういう仕組みの一つになれるようなお店に育っていったらいいなと思います。これがまあ僕にできる社会貢献かなと思ってるんで。いや素晴らしい、本当ごちそうさまでした。ありがとうございました。ごちそうさまでした。